最初のハッシュタグは廃材からのものづくりです。ハンター、ものづくりをするためにやってきたのはとある工場。あ、ありました、ここですね。晴れの社交場さん。お、横のピンポン押せばいいんですかね。じゃあちょっと押しましょう。ピンポン。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では上になります。はい、お願いします。あ、ここが工場ですね。すごいたくさん機械ありますね。ガチ工場だね。何されてるんでしょうか。2階なんですね、晴れの社交場って。本当だ。あ、全然違った雰囲気がありますね。おしゃれ、なんかおしゃれなカフェに来たような感じですけど、SNS で、はい、あの廃材からものづくりっていうのを見たんですけども、はい、でここは実際どういったお店なんですか。ここは、金属加工屋の、早川工業が、はい、運営していまして、プレス加工の工程で出る本来は廃材として、処分する金属たちを、例えばこういった加工にして、これは髪飾りを作っています。素敵、めちゃくちゃいい SDGs にもいい取り組みですね。ありがとうございます。晴れの社交場さんでは廃材の真鍮を使った雑貨のオリジナルブランドを展開しているんです。どれもなんかおしゃれ。おしゃれですよね。そしてワークショップも開いていて、丁寧にサポートいただきながら世界に一つだけの作品を作ることができます。うん、楽しそう。ということで今回は腕につけるジュエリーのバングル作りに挑戦しました。まずはバングルに柄を入れていくのですが、その前に真鍮のプレートを使って練習です。鉄のハンマーで叩くと、傷がつきます。でその傷が柄になって現れてきます。強さによったり、この使うハンマーによって柄のつき具合が変わってきます。へー、面白い。叩いてみてください。あ、結構簡単に、はい、簡単に柄がつきます、はい。じゃあ早速本番いきましょう、はい、お客様のやりたいようなデザインでどんどん進めていってください、はい、なるほど、はい、自分の好きな感じでね。もっと強く。あ、もっと強く。おお、音がいいね。これもう本当に私結構適当に叩いてるんですけど、はい、おしゃれですね。続いて刻印を使ってバングルに好きな文字などを入れていきます。文字も入れれるんだ。緊張の一打。いきます。ほっほっ。綺麗です。まあ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 、はい、難しいのは2発目です。2発目、確かにこのバランス難しいですね。じゃあ2発目いってきます。いいんじゃないですか。どうですか。全然うまい方や、ね、全然、はい、冗談抜きで、ね。さあこの調子で残りの文字も入れまして、でお手伝いいただきながらバングルの形に負けたら完成です。ルミさんどうですか。こちらすごい、 めちゃお、気づきましたか。めちゃ、ん、めちゃって書いてあります。そうです、このね、めっちゃ岐阜わかるテレビのめっちゃを、うわ、刻印で入れました。これどのぐらいでできるんですか、時間は。これは30分ぐらいでできて、ものによっては1時間とかかかったりするものもあったりとか、いろいろありますね。そうなんだ。去年晴れの社交場オープンした早川工業さん、60年近く金属加工一筋の会社が、なぜこうしたことを始められたのでしょうか。もっと町の方々に必要とされる町工場を目指したいという思いがあったのと、人が集まる町工場を作り上げることで様々な感性とかアイデアと出会うことができて、イノベーションを起こせるのではないかなと思い、このオープンファクトリー事業を立ち上げました。晴れの社交場っていう名前に私最初インパクトがあったんですけど、晴れとけという言葉が古い言葉であるんですけど、はいはい、晴れっていう部分は非日常を表すんですよ、うん。工場に縁がない人からすると、そこは非日常の空間で、うん、非日常の空間って楽しいじゃないですか。楽しいです。なので、うん、この非日常の空間を感じてもらいながら、うん、普段やらないことを体験したりだとか楽しんだりすることで喜んでもらいたい、うん、で
いろいろな人たちが交わる場所にしたいという意味で晴れの社交場というふうに名付けました。固定観念にとらわれることなく、ずっと新しいことにチャレンジをし続けて、どんどん進化し続ける町工場、そんな風な会社を目指していきたいなと思っています。ではるみさん、晴れの社交場さんに県民の皆さんが共感するめっちゃわかるハッシュタグお願いします。はい、ハッシュタグ再生の土音です。再生の土音、もうなんかね、このカン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 っていう音がね、でそしてもう SDGs 廃材を使っているっていうのも確かに素晴らしいことですよね。そうですよね、さあ続いてはハッシュタグお寺の中にあるカフェです。ハンター、あ、看板ありました。早急さん、お寺に立つコーヒー屋、階段登ってくださいって書いてあるんでちょっと行ってきますね。あ、ありました、早急さん、雰囲気いいですね。そしてこっちにはお寺もありますよ。真横に関市の中心市街地に立つおよそ200年の歴史がある善光寺、その境内というありがたい場所に立つカフェ茶房早急さん、まさにお寺の中にあるカフェですよね。ね、なんか本当にリラックスできそうな雰囲気がある。こんにちは。あ、店内もすごいモダンな雰囲気でおしゃれですね。このお店のおすすめメニューってどんなのがありますか？当店のおすすめは1杯ずつ入れるハンドドリップコーヒーと私の作る手作りケーキです。あ、いいですね。ぜひ私もいただいてもいいですか？ぜひぜひお願いします。ということで、奥様一押しのキャロットケーキと旦那様おすすめのブレンドコーヒーをいただきました。うわ、素晴らしい組み合わせですね。キャロットケーキですが、こちらのこだわりってどんなところですか？人参の風味とかそんなにしなくて、スパイスが香ってて、レーズンとくるみがちょっとゴロッと入ってる感じのケーキで、私たちの大切にしてるコーヒーに合うケーキを作っています。またね、このキャロットケーキの上に白い、これはクリームチーズ でちょっと酸味があるので、生地とクリームチーズが合わさるとすごい美味しいので、そしてね、すごいいい香りがするコーヒーですね。コクと香りというブレンドの名前で出してるんですけども、香りが感じられるようなコーヒーの豆の挽き方をして、挽き方によっても香りの出方が違ったりするので、そこを重視してコーヒーを入れています。ではまずキャロットケーキからいただきます。まず口の中に入れるとスパイスの香りが鼻から抜けて、その後にまろやかな感じの人参の味が伝わってきますね。上に乗ってるクリームチーズが甘いから、スパイスのケーキとの相性がめちゃくちゃいいですね。美味しそう。コーヒーいただきます。本当に香りがいいんですよ。あー、ほんとコクがしっかりしてる。あと香り広がる。美味しい。やっぱりこのケーキがちょっと甘めだから、この苦味のコーヒーとすごく相性がいいですね。もうケーキ食べてコーヒー飲んで、ケーキ食べてコーヒー飲んで無限ループ確かにね。またね、こう食べながらね、ちょっと右向くとお寺も見えるんですよ。このね、雰囲気の中味わえるっていうのもいいですよね。癒されます。2019年にオープンし、サバシさんご夫妻が去年から経営を引き継いだ早急さん、なぜお寺の境内でお店を開かれたのでしょうか？私たちの前に別のオーナーさんがいらっしゃいまして、そのオーナーさんがこちらのご住職と人が集えるお寺にしたいということで、物置だった建物を改装してこのお店を建てられた。今後の夢はやっぱりその関善光寺に人を集めれるお店になりたいっていうのと、関善光寺のカフェコーヒー美味しいよねっていう風なお店になれるように、ちょっと私たちも頑張っていこうと思っております。早急さんでは1日1組限定で宿泊することもできて、
お寺の鐘の音を聞いたりしながら非日常な時間が過ごせますよ。泊まれるってすごいよね。そして朝のお勤めから座禅や写経までお寺の中の宿ならではの特別な体験をぜひ皆さん味わってみてください。うわーいいね。なんかではルミさん、カフェサブを早慶さんにめっちゃわかるハッシュタグお願いします。はい、ハッシュタグぬくもりの鐘を鳴らすのはハノタです。ハノタ、なんか聞いたことありますけど。もうハノタです。ハノタ。関市のめっちゃギフハンター、最後のハッシュタグは優しい先生に感謝です。ハンター、すごい、なんか肩の痛いです。失礼します。こんばんは。はい、こんばんは。すいません、皆さん今何されてるんですか？これは八重戸といって、はい、日本刀を用いた、はい、まあ、抜刀術というか、はい、そういった形になります。仮想敵が、まあ、想定しているんですけど、その仮想敵に対してどう対応していくかっていう。あれ、本物なんですか？あ、いえ、こちらはいわゆる居合刀という形で、刃はついてないんですけども、はい、こういった稽古に耐えうる強度を持たせております。400年以上続く日本の伝統武術居合の道場をおよそ40年前から開いている東満館さん、この日は女性向けの稽古の日ということで、私も道着に着替えていざ居合を初体験です。かっこいい。似合ってますか？いいね。いい感じですか？似合ってるよ。教えていただくのは居合道歴12年、無双直伝栄心流7段の市原正義さんです。キレが60以上あるという技の中から初歩的な順刀その2という技に挑戦です。この緩急がね、そうすごいですよね、動きの、うん、もう姿勢に入った時の目力もね、やっぱすごかったですね。そろりそろり。まずは刀の持ち方や構え方を教わって、いざ緊張の一振り目。左で上げてって振る感じですよね。とりあえずまだ初めてなんで、あんまり勢いよく足出さなくても結構なので、まずは、はい、刀の多分ね、足音だけが分かるんですけど、まあまあまあ、それはいいことなんですけどね。このままぐーっと着といて、はい、いきますよ、はい、こういうイメージね。はあ、ちょっと円描くような感じですね。そうそう、切っ先でちょっと引っ掛けてやるイメージ、うん、あー、そうです。でこのままの状態、続いて刀を鞘に収める練習です。そうです。でこのまますっと持ちます。切っ先が下がる、さあ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 、でこのまますっと持ってきます。難しいですね。難しいことやってるね。こいつをこっち持ってて、このままこっち、あ、こっちに、そうするとこうなります。そうです、そうです。こっちをいかに、そうです、刀はそんなもんなので、左、一人が左使っていくんで、左に使っていく、はい、それで形ですね。優しいお塩をいただきながら、とにかく練習あるのみ。そして稽古開始から1時間半、川村圭司位置について、よい、始め。1時間半もやったよね。はい、音がなんかザザザって聞こえたけど。真剣やん。そう、真剣ですよ、もう真剣です。笑ってはいけないみたいな感じになってない？大丈夫？もう集中してますから ね、 ねえ、もうこのことしか考えない。そうなんです、集中してね。そろりそろり。なんか先生とやっぱ違いますよね。やめ、非常に短時間の中でよくぞまとめていただいたと思います。、はい、ありがとうございます。非常に素晴らしいと思います。めっちゃ褒めてくれ、はい、最初本当どうなるかと思ったんですけど、もう丁寧に一から教えてくださって、なんとかそういう形に、ね、なることができました、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お母さんが刀関係の仕事をしていて興味を持って
始めました。普段集中することがあんまないけど、やってるときは集中できます。邪念が敵ですね。しないとなんかできないから、他のこと考えないでできるのがなんかこういいなって、だんだんやっぱりできるようにちょっとずつなっていくのが嬉しい、はい、先生みたいにかっこいい技をやりたいです。居合の良さとか魅力ってどんなところですか？どの世代からでもどの方でも、まあ、始めることができる、一つ集中できてすがるものがあれば、その人の人生とか生活によりプラスになれればな、私も始めてみたいなっていう方がおったら、はい、気軽に体験に来ていただければ一番いいかなとこう思っております。ではルミさん、東満館さんにめっちゃわかるハッシュタグお願いします。はい、ハッシュタグ咳の呼吸ともみの方です。なんかそれもどこかで聞いたことあるないや、呼吸してましたよ。ちゃんと呼吸してました。呼吸がね、整ってました。私の肩の切れ味もどうですかね、いい感じでしたでしょうか。はい。